こんばんは。こんばんは。はい、長谷川コーチ、今日はどのようなテーマなんでしょうか。今日はですね、フォアハンドをパワーアップさせる、そういう今日動画にしたいなって動画撮ってます。はい、だからフォアハンドパワーアップ大作戦ということですね。はい、うん、はい、じゃあぜひそのポイントですね、はい、パワーアップ大作戦のポイントを、はい、お願いします。パワーアップするにあたって、よくヘッドを走らせましょうっていうのがあると思うんですけど、まあ一般的に言うラケットヘッドってここのことをラケットヘッドと言うと思うんですけど、実は私はラケットヘッドをここだと思います。こうインパクトしますよね。その時に、まあこのダンロップさんの CX200 で言えばここの黒の部分がありますね、こちらを意識して打ってます。ここがラケットヘッドのようなつもりでスイングすると。これなぜかというと、人間の手って力がですね、小指側から入ると思うんですよ。こっちから行くっていうんじゃなくて、こちら側から入るようになってるんですよ。小指側から力の伝達ってされるんで、こちらを意識するとパチンとしっかり厚く当たるように、まあカメラから見ていただくとこういう形になると思うんですけども、ラケットヘッド、ここの部分を意識してると結構こねる原因に、こう書いちゃう、こねる原因にもなってしまうんで、結構テニスエルボーとか手首痛めたとかもしやすいですね。ここを走らせよう走らせようと。でもここをしっかり意識することによって、体の構造上小指側が入ってきますから、パチンとしっかりここが出ることに意識することによって、当たりがこう厚くなるんで、フォアハンドのパワーがすごい出やすいと。これ絶対こちらから出るんで、どんなプロだって選手でもこっちから入るのは決まってるんで、ここをしっかりと意識してパチンと当てるっていうのがポイントの一つ目ですね。小指側からの伝達、これを意識すると、まあ、これはですね、あとポイントの二つ目として足にも言えるんです。足もつま先側じゃなくてかかと側から入ると。よくまあ歩いていく時もかかと側が皆さん行くはずです。こうやってつま先側でこうやって歩く人はいないと思うんで、かかと側から来るのが自然な動きだと思うんで、まあ、その2つのポイントを生かしていただいて、まあ、うまくこの小指側からの使い方、ラケット の捉え方、あとは足のこの使い方、この辺をしっかり意識することによってフォアハンドがパワーアップするなと考えてますので、ちょっとこの後また練習とかねして、練習法もあると思うのでやっていきたいと思います。リトプリ TV チャンネル登録よろしくね。ちょっと実際打ってみました。このラケットのね、黒い部分、これが下に来るように、ここをしっかり意識して打ってくると。あとはかかと側から入って打っていくと、まあ、余裕がある時はしっかりグッと入りながら打つっていうのがすごい大事になりますので、まあ、ちょっともう一回ね、球出ししてもらって実際にもう一回打ってみますのでご覧になってください。じゃあお願いします。ここを意識します。ラストです。そうです。雪苗例としてはこっち
からさっき最初の動画の冒頭でお伝えした通り、こうこうやって入っちゃうと良くないんで、こちらを意識して小指側から入って当てる。結構多いのはこうこっちを走らせようとしてこうやってこれちゃう。こういうのがエルボーの原因になったりするんで、まあその辺をちょっと注意していただければと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、実際ね、ポイントの2つ、はい、ヘッドの使い方ですね、はい、ともう1つが足の使い方ということで、はい、いろんな角度からね、今回撮って、はい、見させていただいたんですけど、こう何かこう1つワンポイントというか、さらにこう付け加えていうことがありましたら何か言っていただけると。そうですね、でもやっぱりさっき一番大事なのはやっぱ怪我が一番怖いんで、やっぱりここを走らせ走らせってこうこねちゃうと、よく腕とか痛めてる方いらっしゃるんで、まあ、そこのこの力の伝達の仕方とかを理解すると、こっちをこう出すことによってしっかりラケットが出てくるし、バチンと厚い当たりになると思うんで、はい、こちらを走らせようとして先っぽからこねてしまうと怪我してしまってね、テニスもつまらなくなっちゃうと思うんで、まあそこら辺意識していただいて、しっかりフォアハンドのパワーアップ、あとはしっかりかかと側から入ってしっかり踏み込みを使った足からの力、まあ、そういうのを使っていただけるとストロークが少し良くなるんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。で、皆さんもね、今長谷川コーチが言ってたように、足を使って体全体を使ってラケットを振れるように、こう 手先だけにならないようにして、こう怪我のない、はい、楽しいテニスライフをね、迎えればいいかなと思いますので、皆さんもぜひこのラケットの使い方、ね、フォアハンドパワーアップ大作戦ぜひね、試していただいてね、皆さんもフォアハンドのパワーアップを目指していただければと思います。はい、今日長谷川コーチありがとうございました。ありがとうございました。